『朝ドラ』『とと姉ちゃん』『あらすじ予告』『第5は竹蔵の病状が悪化』『鉄郎』4月8日金放送分危機物語』月日は流れ昭和6年1931年4月季節は暖かくなったものの竹蔵の病状はますます悪化し家の中ですら家族から隔離された暮らしを強いられていました。 常子たち三姉妹は父と遊べないことの寂しさに耐え勤めて明るく振る舞っていましたしかしそんなつね子に対する同級生たちの態度は心ないものでした同級生の重男と正男は結核が感染すると言ってつね子たち三姉妹をあからさまに避け始めたのですそんなある日叔父の哲郎が竹蔵の見舞いにやってきました竹蔵が 毎年の花見を楽しみにしていたことを鉄郎から聞かされたつね子は花坂「じいさん」の物語をヒントにして竹蔵に花見をさせようと思い立つのでした。